はいこんばんは全員を入室許可はいこんばんは小田友です、うん、マイク入ってよねはい えー、昨日はね、えー、ちょっと風が、えーまだ、まだ本調子じゃないんですけども、はい、えー、こちらこそよろしくお願いします。風が、えー、ちょっとあまり状態が良くなかったので、昨日はお休みしました。えー、今日は、ちょっとお聞き苦しいとは思いますが、えー、やっていきたいというふうに思います。はい、あ,ありがとうございます、えー。お大事になさってくださいというふうにいただきました。はい。 えー、それでは共有してまいりましょう。はい、はい、はいはいはい。えー、前回ですね、えー、の最後の一文一応訳したことは訳したんですけども、えーはいあのー、もう時間の関係でとりあえず日本語に、えー、しただけという状態、えー、でした。はバイ kein lebendiges Gewebe gibt, das als dauernder Träger dienen können, könnte, dann, könnte, sondern weil der Träger wie an jedem Brunzschwert oder jedem Dialog zu sehen ist, umso mühe Voller werden muss, äh, je näher sein praktisch reales Vorkommen äh, dem künstlerisch realen Vorkommen steht, wie, äh, je weniger also äh, schon das outfremde Material als, als äh, isolier Isolierschicht zwischen dem wirklichen und der ästhetischen gereinigten Realität zu verwenden ist. というこの一文です一応、えー、一通り訳したんですけどもやっぱりちょっと不十分かなというふうに思います。えー、それはということで、えー、まあこの場合はね人間的対象に最も粗遠な素材との石を迂回するのを避けるのは全く不可能ではなかったどうしても石を迂回せざるを得なかったどうしてかといえばっていうのが、えー、それは。 工場的な単体として使えるような生きた織物がない。えー、これもね、一体どういうことを言ってるのか、えー、ちょっと僕もね、えー、何を言ってるのかちょっとよくわからないんですけども、まあこういうふうに訳して間違いはないと思います。ばかりでなく、そればかりでなく、いえー、はい、これはやっぱりもう原文にできるだけ忠実にいきましょう。えー、内容が、えー、僕の中で、 十分に、えー、理解しきれてないというところもあるので、はいえー、単体というものはいかなる制度の立ちないしいかなる対話にも、えー、見られる通りというふうにこれはより忠実に

でこの場合は単体は、えー、<laughs> 前回の訳し方悪くなかったな。えー、やっぱり困ったな。えー、様式化される。うーん 団体を様式化する言葉と,はと先にこうやっておこうかな団体を様式化することはいかなる立ちないしいかなる対話にも、えー、見られる通りというふうにちょっとうん。えー ビーなんですよね B 以下があの単体そのものを指しているわけではない、えー、単体 B アンイ e d デムブロンズシュベェルトっていうところでこれはね、えー、ブロンズの,あの剣もブロンズのたちも聖堂のたちも、えー、どんな対話もそうなんだけどという。 ふうにやっぱり公約すべきだろうというふうに思いますね。えー、単体を養子化することははい、えー、その実践的にリアルだということです、えー。実践的にっていうことですけど、これは実用的にの方がいいですね。これはね、プラクティッシュは、えー、実用と芸術の対比だというふうに。 えー、後から気がつきました、えー。実用的にリアルな過程が、芸術的にリアルな過程に近づけば近づくほど、従って、最初から、えー、したがって最初からしたがって最初から素材の異なる素材が現実的なリアリティと美学的に純化されたリアリティとの間の、えー、分離層として用いられることが、 ねえー、少なくなれば少なくなるほどつまり、えー、実際以上の、まあ、要するに目に見える現実ですねのリアリティ、ねえーと美学的に純化されたリアリティとの間の分離層、えー、という風なものが、えー なくなればなくなるほどっていうことですね。ロークの多いことにならざる得ないからである。で、いいだろうというふうに思います。で、リアリティというふうにここでは訳しました。レアリテートなんですね。ちょっとこれも見ておこうと思います。えー、多分これ、初質じゃないかな。あのー、難しい問題が一つありまして。 ビルクリヒとビルクリヒという言葉あのとあのレアールという言葉なんですね違いはどこにある という問題が一つあります、えー、実は世界という実験を翻訳するときもですねこの問題には実は、えー、結論が出なかったあ石田さんがもう一度入ってきたっていう感じかなうんはいはいはい、えー、まあそれでいいや えー、ということでビュー例えばあのー「マジか!」とかっていうふうに言ったりする日本語でね、えー、今聞いた話ね斎、えー、藤元彦、えー、公職選挙法違反「マジかよ!」とかっていうふうに、えー、言ったりするっていう時ですね英語やったら「リアリー」になるわけですね。 これはドイツ語にすると、えー、レアールっていうことになるわけです。で、あのドイツ語の日常会話で言えば、ウィルクリッヒということになるんですね。だから、ウィルクリッヒとレアールっていうのは、えー、語源が違うということで,、えー、であってあの、必ずしも内容が違わない可能性があるんです。で、世界という実験はですね、 あのまあ、よくやること、哲学書のごまかし方ですね。哲学書の翻訳のごまかしカラーになっちゃってる。 ごまかし方、こっちのほうがいいかな。ごまかし方で、ビルクリヒカイト、であのドイツ語の、えー、哲学書の翻訳ですね、えー、ビルクリヒカイト,カイトはには、現実性とかいう訳語を当てて、レアリテートには実在性を当てる。 というごまかし方がよく行われるわけです。レアリティ、アイン。実践性になっちゃった。実在性ですね。 実在性とかっていうふうな訳語が与えられることが多いのです。で、じゃあ現実性と実在性何が違うのとかっていうふうに言って、まあ、あのー、ね、ちゃんと気持ちがあって訳される方もいるんだとは思うんですけども、ん本当どこまで違うんでしょうかというところが、えー、あるんですね。 で僕は思い切って世界という実験では、えー、レアリティー等も現実性と訳しちゃいました。これが正解かどうかっていうのは、まあ、僕の中では、えー、これで多分というか、こっちの方が混乱しないっていうふうに思っているんですけど。 1999年、もう25年前になっちゃいますね。刊行されたのが。訳したがもっと前になりますから。もっと前といっても、まあ、96年ぐらいから訳し始めて。3年ぐらいでやったっていうのは、まあ、ある意味、まあ、若かった証拠ですね。今はそんなペースじゃ、とてもなかなかいかない。えー、ビルクリヒトである、節約。えー 実在という訳語を避けたかったんですね。えー、どうしてかっていうと。 どうしてかっていうふうに言うと、ブロッホがレアリテートとかっていうふうに言うときには、あのー、何今実際にあるという、あるいは潜在的にね、あってもあるとかっていうふうな、えー、そういうニュアンスはほとんどないんですよね。うん。まあ、ほぼないというか、僕、全くないと思ってるんですけど。えー、だから あのもし実在という言葉を使うとすればあのユートピアが実在的なわけですよ。ユートピアがリアルなわけですよ。ブロッコに言わせると。ユートピアこそがリアルなんですよね。えー、だからユートピアが実在的とかって言ったらユートピアが現にあることになっちゃうんで。だから えー、どうにもこうにも、あのーね、現実的っていうので押し切れないと思った時にはリアルっていうふうな、えー、ごまかし方をしました、えー、実際とかっていうとやっぱりあの既にあるというニュアンス そこから僕は、えー、レアリテートを実在というふうに訳すというのは避けたんですね。ということを、まあ、25年前に、えー、ブロッホを訳しているときに、うん、困ったとかっていうふうに思いながらも、えー、やっぱり実在は万ンスどうしても使いたくないとかっていう、えー、気持ちが、えー、ありました。で、実際にブロッホがリアレアリテートっていうのを どういう時に使ってるかっていうことで、よいしょ。うん、そうですね。日常的にほんまっすか、ほんとっすかとかっていう時の本当と、例えば、ランケ、えー、の歴史学の加工岩研究での本当は違う、うん、違うでしょう、やっぱり。うん、ほんまそれほんまとかっていう、えそれは、まあ、ビル・クリッシュなわけです、日常的には。 英語だったらリアリーになっちゃうわけ。うんね、えだけどもブログがリアリテートっていう時には、うんまあ、その用法はある意味近い。ほんマという方には近い。本当という。本当は近いけれども、そうですね。 実在は違うと。本当は近いと思うんですけど、実在は違うというふうに、やはり僕は思わないわけにはいかなかったということです。で、今回、えっ、ー、と、今38ページあたり、えー、原文で38ページで、えー、33ページ、あ、じゃなかったっけ違った。えぇ、ー、34ページから今、えー やってるんですね。だから、5ページ、5ページまでいかないぐらいのところで、レアリテートが一体、何回出てくるかということです。ちょっとそれを見てみようというふうに思います。フローティングコントロールを非表示。で、レアリテート。そうなのねあの。世界という実験を訳したときには、 こういう、ここまで便利がいいことはできなかった。あの、ワード、ワ、ワープロソフトで。あ、あれは、ワープロじゃなかったかも。いや、ワープロでやったよ、俺。確か。うん。えー、ということで、ちょっと検索、えー、かけてみましょう。レアリテイトが、果たして何回出てくるのか。ね、ドイツ語。 うん、ここが書質なんですね。レアリテートは今出てきたところが書質です。ここで初めて出てきてるんですね。で、あのー、ついでですから前のところでレアリテートが果たして出てきてるのかということです。えー、34の前はどこよ開く。ワンドライブ。 一応、もう前からいくか。9ページ。これは今、どのなってるのかな画面は。表示。これはどの画面になってるかな変わらず、ワードの画面、ワードの画面なんですが、ワードの えー、最初の2月27日とかっていうところになってます。それとも、まあ、ちょっと共有を一旦停止した方が早いか。共有を一旦停止して、で、9ページ。これを見てみます。これが、あの、序文に当たるところですね。あの、アップできてもくろみとかっていうふうに、今回、えー、訳したところです。よいしょ。 アップぜひと目論みというふうに訳してみました。で、えー、これもフローティングコントロール。ここはリアリテイト一遍も出てきてないと思うんですね。これは多分出てこなかったと思います。とかって言いながら出てきたりしてね。えー、ホーム、検索、検索、リアリテイト、一なしですね。やっぱり一回も出てこなかったという記憶は正解でした。 で、これをまた開き、開いて、続きまして、ワンドライプ。13ページからのところです。これも、もう先に行っちゃおう。編集。検索。レアリテート一出しいですね、えー。13ページからもい、レアリテートは出てきていない。 そして、ファイル開く。13ページの月が何ページワンドライブ。13ページの次が17ページ。こっから装飾の算出、装飾模様の算出とちょっと仮にやってみま てみ見てるところですけれども、これも検索、検索、リアリティ一致なし。17ページからもなし。ファイル、開く。えー、ワンドライブ。17ページの次が、 26ページ。26ページのところも開いてみて、編集、検索、レアリテート、一致なし。ということで、34ページのファイルですから。はい。ということで、えー、今、よいなんとなんと。 新しい共有一旦共有を一時停止してはいえー、ユートピアの精神今38ページを訳しているところなんですけども、えー、この38ページ目で初めてリアリテートという言葉が出てきました、えー、ということで どの言葉が最初、ね、初めて出てくるのかとかっていうのもですね、やはり翻訳するときには、ポイントになることの一つです。レアリテートは、この本では38ページまで出てこない言葉だったんですね。よいしょ。で、そうすると、そうすると、レアリテートという言葉がここでは初めて出てきた。じゃあ、どう訳すのか、ということで。 ごまかしではあるんですけれどもリアリティと訳したい、えー、というふうに今回、えー、思いました、えー、つまり、えー、この、えー、訳した一文ですね従って最初から、えー、種類の異なる素材が現実的なリアリティと美学的に純化されたリアリティ、えー、という現実的なリアリティっていうのは本当にそこに物があるっていうそのリアリティです で美学的に純化されたリアリティっていうのは嘘っぱちでもいいわけでしょ極端な話。ねあのー、ゴジラの造形とかっていう風なものにもねゴジラなんていないわけです。だけども、えー、そのゴジラを、えー、細部にわたって、えーまあ、今はもうコンピューターグラフィックになっちゃいましたけども。 コンビニーにサイニーに造形していくっていうことによっていかにも本当にいる、えー、生き物のように造形していくことそれが美学的に順化されたリアリアティになるわけです現実的なリアリティーは、まあ、ゴジラに比較的近い小物、まあ、オ,オトカゲとかねああいうものが現実的なリアリティなわけですよね。 それに対してゴジラの造形とかっていうのが美学的に純化されたリアリティということになるわけです、えーで。やっぱりこれも実在性はやっぱまずい。本物感本物性もしでその前に実用的にリアルな過程が芸術的にリアルな過程に近づけば近づくほどという。 実用的にリアルなつまり、ね、使いやすいえトンカチがトンカチとかっていうのはハイデガーが好きな、えー、道具ですけども、えー、トンカチ、えー、なんかが使いやすい、ねえー、非常に機能的であるっていうリアリティと、ね、芸術作品のリアリティっていうふうなもの、えー、芸術作品が えー、例えあと,と早く言えば神さんですよね、えー。神さんなんかを造形していく。まあ、あのギリシャの彫刻なんかを思い描けばいいと思うんですけども。で、いかにもゼウスやんこれみたいな。いかにもアポロやんこれとか、実際そんなものいないんだけども、いかにもそうじゃんとかっていうふうに思わせるものがリアリティなわけです。だから、ここはリアル、リアリティでいきたいと。 というふうに、まあ、とりあえず、今の時点では考えています。ここから先困ることがあれば、えー、また考えますが、とりあえず、レアールは、 リアル。まあ、あの、ドイツ語にとっても、まあ、外来語には違えないので、元とラ,ラテン語起源です。えー、ラテン語起源の外来語、えー、レアリテートは、 ということをちょっとお断りしておこうというふうに思いますコメントいただきましたそうですいかにも成り立たせるものがリアリティというふうに僕はブロコの用法はそうであろうということですねで、だからあのー、例えばですねアドルの なんかがビルクリヒカイトとリアリテートとかっていう時にはあるのはほとんど区別してないと思いますね。うん。要するに今あるありさまのことをビュあの場合によったらビルクリヒカイトと呼び場合によったらリアリテートと呼んでるってことそこに思想上を重大に区別しなきゃいけない重大な区別があるというふうにはまあ僕は感じたことがない。えー わけです、えーまあ、レアリティとはあの、英語にすればリアリティなんで、もうリアリティでいきたいというふうに思います。はい。それでは、やっと今日、ここから。今日が、かっこ。11月26日。 Aber die erste Mühe des Umbildens ist doch nur um den Preis erspart, dass sich dahinter die eigene Sprache des Gegenstands fremden Materials zu legen beginnt, äh, um äh, nun gerade das Blut und die Seele, diese dem Steinwesens fremdesten hatte der Welt und den Formprinzipien des Steines ウンタールェンこれも短い文章とは言えない <music>、えー、しかしながらしかしでいいね「えー、<music> ウムビル,ビルデン」っていうのがまあこれは、えー、作り変えることなんですよね うん、で、ミューエっていうのが前の、この、ロークのことですね。えー、ミューエ・フォラーシリーズ・ウトゥビア・デムということで、ロークの多いっていうのがミューエ・フォルっていうことで。で、しかしながら、えー、この最初のローク。 ですね、えー。で、最初のっていうことでこれはねまあ前のこの段落の問題、えー、になるわけです、えー、第一の努力っていうのが出てきて「das ist das erste s t <laughs> とかっていう自分自身を、えー、描き出そうとする努力 で第2段階に話がいって形式の意思、えー、つまり弱い肉体はそれだけではいけられず空に手を伸ばす、えー、宿刈りが始めたことを家を建てる人間が造形芸術と技術並びに力道的構成所要素という形で先に進めるという、えー、形式とかっていうことをまとうということなんですね。 これが第二の努力になるわけです。第二の努力の第一のローク。最初のロークということになるんですね。うっとしい。えー、ということで。一応。 あらららら。ねえ、努力と労苦どれだけ違うのとかって言われると、まあ要するに努力、何かしようとすることが努力。ね それを実際にやろうとすると、これだけ手間、暇かかりますよ。苦労しますよ。これがロークというふうにご理解ください。第2の努力の最初のローク。で、このロークっていうのが、作り変えること、生むビューデンー、改造。改造。改造ね。うーん ちょっと機械的な気がするんだよなブロコに言わせるともうちょっと生々しい改造とかっていうと、まあそうか。仮面ライダーは改造されてるの仮面ライダーは。僕は仮面ライダーちゃんと見ていない。 あのこの間の「新仮面ライダー」っていうのは見ましたけど、うん。あ、仮面ライダーってこういう話なのね、みたいな。えー、逆に言うと僕は、オリジナルの仮面ライダーをもう一つ分かっていない、えー、ところがあって、ウム・ビルデン。ウム・ビルデン。改造する、変形する。変形の方がまだいいか、改造より。 LT さん食いついてくれたかな改造されてるのね、改造さありがとうございます。改造されてるやつが変身するのかみたいな。<laughs> 複雑すぎてわからない、えー、という、えー、ことですね。うん えー、第二の努力の、えー、変形の方にしときます。無難に。変形という最初の道具は、はい、えー、が、えー、この、 えー、省く手間。ぬ <music> はウムでンプライスエアス,スパールドー。プライスをやっぱり引くべきか。プライスをちょっと引きますね。ウムでンプライスとウム。 えー、プライス、まあ価格なわけですけども、それをこの省くエアシュパーダムという話ですが、ウムを取るけこの場合、ウムレンプライスエアシュパーダム。エアシュパーダム。エアシュパーダム。エアシュパーレム やっぱりヤシパーレンは普通は直接四角をヤシパーレンするよね。ぜひ、あれです。運はこういう時には使わない。あ、何々という犠牲を払ってヤシパーレンするのか。お、そういうことか。 プライス。ここは僕取り間違えてるかもしれない。僕が最初に読んだときよりは取り間違えてるかもしれない。プライス。ウムデンプライス。ウムをちょっと無視していた。ウムデンプライス。 ミッド、ミッド。ウム。ウム。アウフデンプライス。ウムデンプライス。ウムの用法があんましないな。 何かを犠牲にする。うむてんぷらいす。アウフ、アウフ、アウフ、アウフが圧倒的。イム、ミッドウむイエデン。ああ、いかなる犠牲を払っても。 ないや、ここはちょっと取り間違ってるな、僕は。えー、ということで、これは、えー、ここで訂正するしかない。えー、その背後で、 よいしょちょっとこれは日本語としてその背後でその背後で、えー、対象と疎遠な素材の保有の言語 その背後で対象と疎遠な素材の固有の言語が身動きし始める。というこの訳は間違いはない。で、ウム・ヌン・ゲラでデ・ダス・プルート・ウン・ディ・セー でなんでその対象の固有のそうかそういうことかしはじめえー、まさしく まさしく、えー、血と魂魂のほうが血と魂という、えー、この一心に対して 本質的に疎遠な、えー、内容を世界と世界にまた、えー、石の形式諸原理に 従わせようとする結果として「うむつーは結果ととろうというこの石に対して うん、石に対して損失的に粗言なこの内容を、えー、世界にまた石の石の。 ことになるにしようなるしうこれ結果的に訳せばいいね。えー、そうするとね。ど、えー、ヌぬはウーデンプライス。エアシュパーレンを訳し方を考えなきゃな。ウーデンプライスという犠牲を払う。 つまり出す以下の犠牲を払う。エアシュパーラン。エアシュパーラン。

ロークがロークがこの最初のロークがうんロークが、えー、ロークによって の方がいいか。えー、というロークによって、かえって、ということなんだよな。ウォーデンプライスエアシパールと食、そのまま訳すとかえってぐちゃぐちゃになっちゃう。えか、ー、えって、えー、その背後で、 えー、このロークの背後でってことですね対象と疎遠な、えー、素材の対象というのがつまりリアリティですね要するに造形しようとしているものとは疎遠な例えば石を使ってねえー、ゼウスでもアポロンでも何でもいいんですけども、えー、そういうものを、えー、造形しようとするとすれば えー、ゼウスやアポロンこそがその対象になるわけですけども石っていうのは、えー、ゼウスやアポロンには疎遠なわけですねで、えー、その、えー、石のという素材の言語が身動きし始め言語ガガになってる、えー、結果としてまさしく血と魂あ地血と魂 まさしく、ゼウスをゼウス正しめる、知、または魂。アポロンをアポロン正しめる、知、または魂。という石に対して本質的なこの内容を世界に、また、石の諸原理に従わせようとすることになる。うん、これでいい、ね、ウブデン・プライス。そういう犠牲を払っている。 うん、犠牲を払う犠牲を払う犠牲を払うのどっかに持ち込みたいねそういうことです、えー、ゴジラ、えー、を、えー、CG じゃなくてですね昔ながらの、えー、着ぐるみぬいぐるみ、えー、着ぐるみで作るとすればまあゴムを主に使うことになると思うんですけども、えー、ゴムはゴジラとは本質的に粗遠なわけですね もうまたしくその通りです、えー。ゴムという素材にはゴジラの血もゴジラの魂もないわけですね。うん、はい。えー、という、そういうお話でございます。うん、最初のヨークによって、かえって、 従わせようとすることになるという犠牲を払う。まあ一応翻訳ということで犠牲を払わなくてもわかると思うんだが、うん、なかなかうまくいかんよねというふうにブロッホは議論したいわけでよいしょ。 ウブテンプライスヤシュパーレンっていうニュアンスを日本語にしようと思ったら犠牲を払う公約しかないだろうなヘパイストスヘパイストスヘパイストスっていう神様かなんかいてはるんですかごめんなさい 石を例にすると、ヘパイストスという、火事の神かなるほど、火事の神、カン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 みたいなようなやつですね。はいはいはい、ヘパイストス、ヘパイストス、う残念ながら知りませんでした。うんえー、せっかく、ホメロスを今読んでるというのに、ヘパイストス出てきたっけ 今のところ出てきてない。僕が読んだところではまだ出てきてないような気がする。はい。えー、ということで。ね、新陶記も読まないかんね。テオゴニーもね。うん。はい。えー、これでいいことにしましょう。えー、もう49分なっちゃった。まだ2分しかやっていない。長い。はい。次も長い Alles, was man getan hat, äh, um Brühe und Auftrieb äh, hineinzubringen, die Pfeiler, die Wölbungen und die gesamte Reihe der geistigen Lesung des Baustoffs äh, nach Kraftrichtungen kann. Zwar die Prümpfheit der homogenen Mauermasse rechnerisch, aber unendlich viel schwer, schwerer. Auch metaphysisch durchdringen oder genauer gesagt so durchdringen, äh, dass äh, in der vollendeten Kunst äh, das äh, Heimweh und das von Jesus angezündete Feuer bewahrt bleibt. Das ist ein この、えー、ブリューエン、ランマン。やっぱり朝ドラのおかげで、ランマンをやっぱり使いたくなったブリューエン、ランマン。と、アウフトリープ。アウフトリープっていうのは、僕は発芽や思うんやけども、要するに芽が出ること。辞書を見ると、 アウフトライベンだと発芽は出てくるんですが、アウフトリープという名詞形だと発芽は普通使われないみたいなんですね。でも、花が咲くのがランマンブリューエン。花がもう咲き誇る。うん。その様子がブリューエン。 えー、アウフトリープ。浮、えー、力、揚力、刺激、向上心。やっぱないんだよね。アウフトライベンやったら、種子が発芽するっていう意味があるんですよね。 でも何万、ブリューエンと、ブリューエンだよね、どう見ても。ブリューエン。ブリューエンとアウフトリープっていうふうに、ブリューエンはやっぱり、ブリューエン。 やっぱ花が咲き乱れることでしょう花盛り開花やっぱりブリューエンオント。ら漫と発芽と、やっぱ発芽と訳したいなアフトディープだよね。原文もう一度確認。そうじゃないと、やっぱアフトディープだよね。おっ。 持ち込むえー、なだけなだけなだけどう持ち汚たらすヒンナインブ持ち汚たらすために 持ちきたらすっていうきたらす。えー、ちょっと日本語。えー、日本語。きたらす。きたるたらすっていうきたらすっていう 言うけ、ひたらす、い、ひたらす、じぶんで、ひたらす、以上、ょう、 きてんきどりつけいたんきたるきたりゅうギタリストきたらすっていうのは特にないねきたるもちきたらすきたらすきたらしめる 汚たらしめるか。持きたらす。お。おう、そうなんです。物質を持きたらすんですね。持きたらす。物質というかな、そういう状態を実現する。あ、ライン・ブリンゲンという。 持ちきたらす。そういう日本語あるなんか僕的にはあるんだが。通じることは通じると思うんですが、持ちきたるはあるよね。でも自分が持ってくるんじゃなくて、やっぱり使益なんだよ。持ちきたらすんだよね。 きった持ち、きたらす。持ち合う。持ち込む。持ち出す。持ちつきはあるが、持ちきたらすはないね。まあ、一応日本語として通じなくてはないから。<laughs> はい。羅漫と発芽等を持ちきたらすために、行ったことのすべて。 一切行ったことの一切ええー、つまり、えー、で、柱いや、アーチいや、うん。ね、えー。柱はまあ、建物を建てるのに必要だけども、その柱に、 ある種、装飾を、えー、例えばね、えー、エンタシスが有名ですかね。そういう膨らみをつけていくこととか、アーチ、えー、柱の上にそういう、えー、アーチを描いたりとかっていうふうなこと。えー、さらには、えー、建築素材を、建築素材を、 ね。えー、力の方向。方向に向かって、方向に合わせてか。て、力の方向に合わせて、精神的に解決する。 ルーズンク、解消するほうがいいルーズンク。解消は約束すぎ約進すぎでも解消するんだと思う、うん。だいぶ元気になってきた。まだちょっと鼻声ですが。 ルーズン。ルーズ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 ン。緩める、解く、ほぐす。解く、取り消す。解く、解決する。5番。手に入れる、放つ。妖怪 <laughs> する。 レーズングだとどうよレーズング。やっぱり解消がいいんじゃないかな緩めること、話すこと、解くこと、抹殺除去、取り消し、廃止。うん からの方向に合わせて解消すること。えつまり、素材とかっていうふうなものからの制約から離れていくことですね。えー、解消する。 精神的に解消するやり方の全、えー、系列はなるほど確かに、うん、えー、どこだって思、えー、うげん同質の、えー、壁 素材思もうげ。マウはマッセ。壁、素材。壁、必要。建築素材。バウ・シュトッフス。これはマッセとシュトッフはほとんど変わらないと思うんだがな。マッセ。 フはここはほとんど意味が変わらないと思うのだが、まっせ。<laughs> まっせ そうかマスという固まり質量固まり固まり感が欲しいんだよなどうしでも同質のが来て,来てるからな壁材料 壁材料、材料は、こっちがいいか。同質の壁材料を、の、プルンプハイト。プルンプハイト。何要するに芸術作品を作っていくっていう点では、 もうどうしようもないよね、これ、みたいなのが、プルンプ入る。<laughs> そんなんじゃなくならんわ、え。プルンプ入る。そや。もうどうにもならない感じ。こんなんでろくなもんできんしょ、みたいなような感じ。 どんぱいって。どんぱいって。元気になったと思ったけど、やっぱりせきやともらえない。不格好、こ様さ、不器用さ。 不格好。どうにもならんさ。同室の壁材料の。不格好。を。 えー、計算によってルヒドリンゲン見通していくどこ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 ,どこ見通す美格好は 計算によって見通すことはできるけれども。見通す。トゥーヒドインゲン。トゥーヒドンン見通すではちょっと弱い。あ,あ、そうか。隅々まで。 隅々までこの見通すという感じなんだよね。どういう人人間。染み当たる浸透。隅々まで。透き通す透き通すあ、待てよ。お そうか、不格好全前系列は確かに、不格好を、同質の壁素材料の不格好を、計算によって貫き通す。き通す。ことはできるが、貫き通すことはできるが、 えー、刑事上学的にも貫き通すことはしかしの方が先だなしかし それよりも無限に難しいことは無限に難しいのは刑事上学的にも貫き通す。 あるいはより厳密に言えば貫き通して 完成した芸術、フォルエンデテン・クンスト。完成した芸術のうちに、ハイム・ウェイ、これは教習ですね。教習と、はい、前回出てきました。イエスによって、 が避れた日。こうして完成した芸術のうちに教主とイエスによってつけられた日。と ーバーブライブと貫き通してつけられた日ともされた日だともされた日 灯された人がなお保存されている保たれている。 ということは比べ物にならないほど無限にでもしかしそれより無限に難しいのはあるというのが言ってるよね、うん、それよりも無限に難しいのは形状学的にも貫き通すことあるいはより厳密に言えば貫き通して、えー、完成した芸術のうちに教習とイエス によって灯された人がなお保たれているということである。うん。乱漫と発芽とを持ちきたらすために行ったことの一切。柱やアーチや建築素材を力の方向に合わせて精神的に解消するやり方の全系列は。確かに 同、えー、質の壁材料の部格好を計算によって貫き通すことはできるがしかしそれより無限に難しいのはで一旦切るか。刑事上学的にも貫き通すことあるいはより厳密に言えば貫き通して完成した芸術のうちに教習とイエスによって灯されいった人がなお保たれているということである。 ややこしい言い方をしていますが、言いたいことは分かるという思います。えー、乱漫と発芽とを持ちきただすために行ったことの一切、柱っていうふうなものは、まあ、建物を建てるときでどうしても柱が必要なわけですけれども、えー、それが、えー、建築素材、えー建築、壁材料をむき出しにするんじゃなくて、ね、そうではなくて、 えー、建築素材、えーあ、力の方向に従う力の方向に合わせてでいいか精神的に解消する。 つまり、どうしても、この、なんて言えばいいのどう言えばいいんでしょうフィロ、1985さんのモノマネをしてちょっとごまかす。どう言えばいいんでしょうはい、えー。えー、つまらない。モノマネをしてごまかしてもしょうがない。えー 言うなれば石で風船を作るということなんですよね。うん、風船そのものはできない石である以上だけども、ねえー、本当に浮き,浮,き浮き上がるような風船を石で彫刻で作るということによって石という素材が持っている何て言うかな。 物理的な制約を超えようとするということなんですよね刑事上学的にもつなげ通すことっていうのはそういう石っていうふうなものを使って石の素材としてのね、えー、特性というふうなものを 完全に超越しようとする。言ってみれば、非常に分かりやすい例で言えば、飛び立つ鷹みたいなものを石で作る。そして実際にその石でできた鷹は飛び立つことは実際ないけれども、 見る者に「おこれは今から飛び立つぞこいつは」というふうに思わせるというふうなことそれが形上学的に貫き通すというそれが完成した芸術のうちに郷愁とイエスによって灯された火となお保っているということまあブロッコの言い方だとそういうことになるわけですねはい。 イエスによって灯された日っていうのは、この間出ましたよね。えー、前回前々回宿会じゃないよ。イエスイエスイエス。あらまあ、これはもうさっと。 よいしょ。イエスイエスイエス。検索。リアリテートではなくて、あリアリテート三元なってる。ああ、そうか。三回出したもんね。えー、イエス。そう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 。三元。 の前そうですね、これがイエスが地に投じようとした火がすでに燃えているというここですね。はい。イエスが地に投じようとした火がすでに燃えているということではなくということです。 えー、イエスイエスイエスこれですね、えー、すでに燃えていることをイエスは私は干したとイエスは言ったのだということでルカ福音書のこの説には、えー、平行記事がないと我は、えー、火を地に当然と,当然とて来たれり来たれり、うん、この日すでに燃えたらんには我また何をか望まんという これですね。はい。おお、あと22時17分。この日がなお保たれているということが、えー、これがずっと難しいのだということです。今の、えー、さっきの説明は悪くなかったと思います。 石という素材の特性から自由な造形を行う。自由な。自由な。自由なはどうしてど自由な。自由なだ。自由なじゃない。自由な。 あらら。まあそういうイメージをブロッコはあららあららそうじゃない。持っている石という素材の特性から自由な造形を行うということ。これをねえー。

アフヴ weit strecken hin ダスペン ütz テエンポアゲドレテマテリアルディフォルメンフェルプトインディエ i ミュンデッヒ d ツノミチはソトエトツージテこれは語順を 変な語順だよな、ね。なんかアウセンゲートヒア。ここでは。秘の道は秘密に満ちた道。うん、秘密、ゲハミンスポレゲハミンスポレ秘密に満ちた、秘密の道は 秘密の道はでいいか秘密の道は外へと通じている石石の中 えと石へともろもろの石石が主体形複数名になっている、えー、石の数々へとあるいは死のうちへと入り来たり 入り来たりはいいか。入り込み。死のうちへと入り込み。えー、えー。ええ。 ベヌッツテ、ベヌッツセンは利用するでいいよね。ベヌッツセン、使用する、利用する。ベヌッツセン。使うでいいよね。そんなに重い意味はないよね。使うでいいよね。 ベノッツン、ベノッツン、利用する、使用する、使用された。 使用されたあるいは使用され用いられいいか用いられ用いられ遠方はゲトレートっていう言葉これも初質だと思うんだがな上へと向きを 変えられたマテリアール。素材はここでね、マテリアールと呼ばれているものは、うん、素材でいいと思いますね。素材は。ストフも素材と訳し、さっきは材料というふうな訳も使いましたけど、ここはもう素材としておきます。 え用いられ、上へと向きを変えられた素材がだ。どこまで広く B、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 ストレッケン品、ヒどれだけ広くというか、どれだけ 遠くまで。うん。アフィーバイテストレッケン。ストレッケン。距離の感じがするな。ストレッケン、距離の感じがするな。どこまで遠くまでの方がいいような気がするな。 ストレッケン。ストレッケ。距離隔たり、うん、エントフェルヌング。インアイナー、一気に。アウフ。ああ。 アウフでどっか先へというニュアンスがあるかな。どこまで、どれほど遠くまで、どれほど先まで、どれほど先まで、までえー、処形式を、あ その素材がインディーエスミュンデッドああ待てよ流れ込む処形式を色づけているか。 エスイス、フルヒトバール、怖いんだよね、えー。それを見るのは恐ろしいほどであるぐらい異訳しておきたいんだが、フルヒトバールやっぱ恐ろしいだよね。ほどであるっていうのはちょっと異訳なんだが。フルヒトバール。まあ、ブロッホさんも30、まあ、 実際に執筆したのは、20代後半から、要するに、アさぐらいの年齢の時ですから、まあ、血の毛がめちゃくちゃ多い時期です。で、それはちょっと、ある種、一面的な断言みたいなような面も強いわけですけども。芸術っていうのは、そういうふうに、 素材っていうふうなものの制約を超えてものを造形していくことができるっていうのがまあこの説、えー、古いパーああ S 恐ろしい。必ずしも、怖いというふうには、怖いという意味はもちろんあるんですけども、すごいほどダだぐらいでいいか。 これを見るのは「すごい」ほどでであるぐらいいいいいんじゃないかなかすごとい,いうのは本来あんまりいい言葉ではなくて「すさまじい」みたいなここでは秘密の道は外へと通じており石の数々へとあるいは死の内へと入り込み、えー、用いられ上へと向きを変えられた、えー、素材がどれほど先までその素材が流れ込む処形式を色づけているのか、えー、これを見るのはすごいほどである。 うん。悪くないんじゃないかな。つまり、えー、この素材っていうふうなものが、すっかり、えー、姿を変えて、ね、形式によって姿を変えて、えー、素材としての制約っていうふうなものを超えていくというアリス様は、 すさまじいことだ、という、えー、話だろうというふうに思います。うん。一応30分になってしまいました。もうちょっと先、次の一文を、えー、うん。次が、次が、また長いんだ。ちょっとこのところペースが、進まんねえ。まあいいやわ。しょうがない。諦めよう。はい。 えー、今日はここまでとしたいと思います。まあ、今日は、えー、レアリティードの話もしましたので、はい、えー、ここで、えー、おしまいということにしておきたいと思います。いえ、こちらこそありがとうございました。お付き合い。えー、ちょっと声がね、えー、聞き苦し、き苦しかったかもしれませんが、えー 来週はやっぱりいつも通り月曜日にやろうというふうに思っております。今日はこれで終わろうと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。